2018年6月24日、インターネットセキュリティ関連会社に勤務する岸野渉が、福岡県の創業支援施設にて開催されるセミナーに講師として来ていたところ、待ち伏せしていた富永雄一に失踪された。被害者と加害者の間に直接面識はありませんでしたが、ネット上でのいざこざはあったみたいです。ネット上でのトラブルが現実で事件にまで発展したというわけか。長年警官をやっているが、こんな事件は初めてだぞ。その特殊な事件性から、この福岡 IT 講師事件は世間に大きな衝撃を与えた。被害者が加害者をネット上で煽ったから刺されたんだろ。いわば自業自得じゃないか。と、この事件について思われる人もいるかもしれないが、それは正確ではない。さて、そろそろブログでも更新するか。今日のトピックは何にするかな。被害者の岸野はポータルサイトハテナが運営するブログにて執筆活動をしており、独自の視点で綴られるブログは人気を博していた。うわ、またあの人からコメント来てるよ。これはまた通報しないとな。事件の起きる2年前から岸野や岸野のブログを読んでいる他のユーザーに対し、いわゆる荒らし行為を行っている人物がいた。それが、お前らはまだこんな低能のブログ読んでるのかよ。そんなお前らこそ本当の低能だよ。ほら、こいつも低能、こいつも低能。ほんと俺以外の奴らはバカばかりだな。人のことを低能低能って、まるで低能先生だな。他のユーザーも迷惑してるし、一言言っておくか。最近このブログを荒らしている例の方ですが、低能先生ですの一言で運営が対応してくれるようになりました。また通報かよ。まあいい、アカウントなんていくらでも作れるからな。そんなこともわからないから、お前らは。富永は事件当時41歳。数年前に仕事を辞め、アパートに引きこもってからはインターネットに没頭していた。チームの頭が寄ってたかっていじめやがって。俺をここから追い出そうとしても無駄だからな。自分自身が低能と抽象される不安と恐怖を払拭するためにこそ、他人を低能と罵倒せずにはいられなかったのではないかと。事件後、精神科医は富永の荒らし行為の動機について考察している。くそー、またアカウント停止だ。なんで俺がこんな目に遭わなければならないんだ。そうだ、あいつだ。あいつがみんなを誘導して俺を攻撃させてるんだ。現実世界に居場所のない富永にとって、インターネットのハッタブログこそが大事な居場所だった。その大事な居場所を奪われるのが怖くなり、奪おうとした人たちに復讐しようと考えたのだ。さらに富永の殺意を高ぶらせるような出来事があった。なあ、この前起きた新幹線の事件あるだろ。あれ、犯人低能先生じゃね。ああ、確かに最近の先生の精神状態やばいもんな。マジ行っちゃってるって感じ。もちろんその事件の犯人は富永ではない。しかし、でもさすがにないだろう。だってあいつ引きこもりだろう。そうそう、人な体力も度胸もないって。ネット弁慶がハッタで生きがってるだけだって。匿名ユーザーたちの煽るようなコメントが富永のさ刺激したのだろう。バカにしやがって。やってやるよ。後で後悔したって遅いからな。そして6月24日。お前がいけないんだ。お前が俺をいじめるようにみんなを仕向けたんだろう。お前は誰だ。誰か来てくれ。変な奴が。そうだ、お前がいけないんだ。俺みたいな弱者をいじめるなんてこうなって当然だ。富永は講師として来ていた岸野を待ち伏せし、1階トイレで襲撃。刃渡り 16.5 センチの包丁で岸野の腹と首を何度も刺した。そうだ、見たか。やってやったぞ。そうだ、あいつらにもちゃんと挨拶しておかないとな。岸野殺。富永はハッタ匿名ダイアリーにて、俺を低能先生ですの一言でゲラゲラ笑いながら通報&封殺してきたお前らへの返答だ。俺を知る全ネットユーザーの責任だからな。こんなことになるとは思わなかったなんて、ふざけなよと犯行声明ともいえる書き込みを行っている。本当はこのまま東京のハッタ本社まで乗り込むつもりだったんだが、もういい、満足だ。足もつってるし。どうしたんだね君、こんな時間に。で、その手に持っているのはまさか君がさっきの事件の。
事件後の深夜、富永は交番に出頭、殺人銃刀法違反の容疑でその場で緊急逮捕されている。ということは被害者と富永はネット上で直接やり取りをしていたってわけでもないんですね。ああ、二人の間にトラブルがあったというよりは被害者がネット上のトラブルに巻き込まれた形だな。たまたま被害者が著名人で、さらに富永が行ける場所を訪れる予定があったというのも事件の要因かもしれませんね。まさか被害者もリアルはもちろんネットでも赤の他人である富永に刺されるとは思っていなかっただろうな。その後2019年11月20日福岡地裁は富永に対し懲役18年の判決を下している。今日の動画はいかがでしたか？コメント欄より動画の感想をお待ちしてます。